こっちよこっちこーらそんな急いできたら危ないでしょ待ち合わせ時間までまだまだ余裕あるじゃない。<laughs> そうね。私も楽しみすぎて早く来ちゃったから、お互い様かもね。それより、今日も一段と可愛い,いわね。ちょっとくるって回ってみて。 かわいい私の彼女はなんてかわいいのこのスカート、この間のデートで買ったものよね。やっぱり、私の目に狂いはなかったわ。よく似合ってる。<laughs> 今日はこのスカートに合う小物を買いに行くのよね。お化粧品もいいわよ。私もちょうど新作のチェックに行きたかったの。やることはいっぱいね。 それじゃあ、手を繋いで、出発あらこのカゴバッグ可愛いわね。でもそうね。こっちのショルダーも可愛いわね。うーん、どっちがいいかしら。迷っちゃうわよね。え優柔不断だなんて、思わないわよ。 おしゃれに妥協しないのはいいことよ。私のことなんて気にせず、迷いなさい。あ、さっき店員さんに聞いたら、どっちも在庫があるそうよ。ちょっとコスメの方に行きましょう。時間が経てば、欲しいものも決まるかもしれないし。ねっ。じゃあ、コスメの方へ。と、その前に、お手洗い行きましょうか。 あと、ちょっと疲れたでしょうから、お茶もしましょう。う新作のドリンク、飲みたいってこの間言ってたじゃない顔に飲みたいって書いてあるわね。可 <laughs> 愛かわいい。そうと決まれば、レッツゴーあらあら、お店混んでるわね。テイクアウトしてどこかで飲みましょうか。買ってくるから、ここで座って待っててくれる お買い物袋を置いていくから、見ていてほしいの。じゃあ、行ってくるわね。お待たせー。って。ん、はあ、どちら様知り合いって感じ。ではないわね。その汚い手は離せ。誰の許可でこの子に触ってるんだ あんたなんてお呼びじゃないんだよ。とっととうせな。<laughs> 大丈夫だった怖かったわね。一人で怖い目に合わせちゃってごめんね。もう怖くないわよ。よしよし、私がそばにいるからね。落ち着いたかしら歩ける 少し、静かな場所へ移動しましょうか。本当にごめんなさい。私があなたを一人にさせてしまったせいで。もう平気よかったわ。あなたが手をつかまれていた時心臓が止まるかと思った。 私の大切な大切なあなたの腕は、あんな男が触っていい腕じゃないっての腕以外、どこか触られてない本当に大丈夫大丈夫なのね。ああ、よかった。でも、後で消毒しなきゃねんどうしたのあら <laughs> 本当かっこよかったかしら他の人に言われたら嫌だけど、あなたに言われるなら嬉しいわ。あなたが私を褒めてくれるのは何でも嬉しい。<laughs> 誰もいないわね。ねえ、私を見て。 大好きよ。私の可愛いお姫様。今日はお買い物が終わったら、私の家に直行よ。あなたに拒否権はないから、いっぱい、可愛がらせてね。